置のため障害を取り除くのはメイドの務めです。それではベルファスト参ります。はい、どうもこんにちは、しのぶです。今回はね、このベルファスト、アズル連艦長のね、ベルファストとベルファスト迷彩でね、行きたいと思います。はい、まあ、非常にね、なんか丁寧な、まあ自分もね、なんか最近アズレンやってるんですけど、うん、まあこの艦長はね、もう持っているんですけど、まあ、なかなかね、メイドキャラで、で、相手は、あー、でも結構きついな、これは。ティア7マッチングね、思いっきり巻き込まれてるんで、まあでもベルファストね、そもそも別にティア7のね、あのエディンバラ級なんで、まあティア7マッチングでもね、やれるんですけどね、まあそういった話じゃなくて、普通に性能がね、めちゃくちゃ強力なので、ティア7マッチングでも、ね、やっていきますね。とりあえずベンソンを援護しつつ前進していきましょうか。駆逐艦に、ね、接触したら、まあ、援護してあげると。で、ジャンバールがいますね。で、まあ結構これジャンバール多いな。あー、で、マジか。俺はありがたい。いやー、助かりました、本当に。これでね、ジャンバール撃ち放題ですね。一応、射程はですね、デフォルトのままなんですけど、まあ、デフォルトで 15.2 キロなんで、まあ、あと、旗込みでね、ちょっと強化されてますけど、なので、まあ、ジャンバールがバックされたら射程外になってしまうんですけど、まあ、一応これだと1キロ以上余裕があるので、この煙幕射撃めちゃくちゃ強いですね。これでアメリカ巡洋艦、アメリカ基地艦のこの長い煙幕で、で、さらにこのベルファストの煙幕で多い煙幕ができるので、まあ、2回煙幕射撃できるので、まあ、この場所はもう完全にね、制覇してますね。はい、で、ベルファスト消火したんで、あ、ベルファストじゃない、ジャンバル消火したんで、まあ、これでね、また、まあ、火をつけられればいいんですけど、まあ、ベルファスト艦長のですね、特性で、一応ですね、スキルで、まあ、主砲の旋回速度上げたんですけど、まあ、そんなにね、まあ、そもそも煙幕内から撃ちまくってるんで、あんまり意味ないんですけど、まあ、とにかくね、見える敵、ここから全部撃てますね。ヒッパーもティア7巡洋艦ですけど、レーダーがないので、まあ、その距離に、ね、接近されない限りは、こちらから撃ち放題ですね。さあ、HP の削れてる、ね、ヒッパーを、まあ、集中砲火しておきましょう。俺はね、ほんとありがたい煙幕。まあ、ただ、視界がね、切れそうなのがちょっと怖いですけど。うん。で、AP 台にも切り替えてヒッパー撃っときましょうか。うん、ちょっと燃えないですけど。まあ、AP 弾もね、十分な、うん、火力あるので、一回ね、お腹に AP 弾を見舞いして、はい、削って、次は HE 弾で。さあ、煙幕まだね、30秒程度残っているので、まあ、なくなってもね、追加で煙幕使えますね。まあ、ベルバストは満載がないので、煙幕の使用回数増やせないので、うん、長期戦だとね、煙幕足りなくなっちゃうんですけど、まあ、これはね、一回儲けましたね。で、そろそろ煙幕はなくなりそうなんですが、一応ね、展開した、先に展開した場所から消えていくので、まあ、ちょっとずつ進んでいけばですね、まあ、煙幕の時間が長い、最後まで残っている部分が、もちろんね、先端の部分なんで、ここに移動して、なくなったら、煙幕をまた使っていきましょう。はい、なくなりましたね、ここで使っていけば、あー、でもちょっと今、バレちゃいましたね。正直、バレないようにね、マップに痕跡を残さない方がベルファストとしては美しいんですけど、ちょっと今タイミング間違えましたね。で、相手のベルファストもいるんで、撃っておきましょう。まあ、ベルファストはですね、基本的に撃ち毒ですね。撃つに越したことはないです。回復がないので、もう撃てば撃つだけダメージが蓄積するので、なんとしてもね、見え次第、まあ、撃っといた方がいいですね。さあ、撃ちまくってますけど、はい、火災起きましたね。煙幕を点火、おー、OKOKOK、うん、こんな感じでね、ほんと姿を晒したベルファストは集中砲火を浴びるので、うん、なるべくね、撃たれないようにしといた方がいいですね。さあ、で、長友いるので撃っていきましょう。さっきのジャンバールはもうかなりね、まあ、バックしていってしまったようなんで、射程外ですね。あそこまでね、ジャンバールで、交代してしまうのは、まあ、正直良くないんですけど、まあ、この状況に関してね、ベルファストが居座ってるんで、まあ、前進は難しいですね。さあ、長と燃えてますね。で、おーっと、拠点に駆逐艦が
はい、侵入しているので、この閻魔区は終了次第、ちょっと拠点防衛に行く必要がありそうですね。長門を撃ちまくって。まあ、ただね、その、152ミリなので、まあ、貫通ダメージは出ない時もあるので、しっかりとね、火災、ああ、後ろ燃えたのはいいですね、これ。両端ですね、その、艦首艦尾が一応燃やしにくいので、うん。ああ、で、これはあれですね、消防士持ってないですね。これは、4箇所燃やせる戦艦なので、強いですね。これでまあ閻魔が終わってしまうので、そろそろ拠点のね防衛に移りましょうか。まあ、駆逐艦がいるので拠点防衛ねしっかりやっていきましょう。まだ拠点は踏んでないようですね。まあ一応ですね、隠蔽とかしてますが、そのスキルでね隠蔽に振らないと、うん、レーダーと隠蔽距離がですね、まあちょっと2キロぐらいですか、2キロ弱ぐらい離れているので。見つかったからといってね、レーダー使っても発見できない場合はありますね。まあ、ただ、このケースでは、で、長門が燃え尽きましたね。はい、で、レーダー使ってみましたが、OK ですね。ある程度見つかって、時間が経ってからレーダー使った方が、まあ、発見しやすいですね。まあ、これで暁が見えたんで、一気に削りましょう。まあ、ただ、これは、さすがに距離も離れているし、引いていくんで逃げられてしまうかな。一応ソナーも使って、魚雷来てますね。魚雷を回避しましょう。はい、まあ仕留めきれませんでしたね。まあ一応撃っておきますが、まあこれは無理かな。ちょっとね無理ですね。まあ一旦取り逃がしましたが、まあ拠点はね十分防衛できますね。まあさすがにねベルバストがいる拠点をですね駆逐艦で占領するのは、うん、まあ俺だったらめちゃくちゃ嫌ですね。はい、で魚雷が来てたんで、これ向こう側行きましたね。まあ、ソナーを使っていたんでギリギリ大丈夫でしたが、ではい、多分向こう側行ったんで島の反対側にいますね。でヒッパーが、品種ヒッパーが来たので、まあ、そっちを撃ちましょう。で右方線の構えにしつつ、はい、攻撃していきましょう。主砲の旋回がね早いので、このスキルのおかげでね十分に、うん、対処できますね。AP は怖いですが、はい、なんとか大丈夫。これは火災とかで H でご利用して、ヒッパー大丈夫でしょう。はい、OK ですね。そして敵のジャンバールが結構攻めてきているので、まあ、先に駆逐艦はね、まあ、見つからないので置いておいて、次のレーダーがね、使えるタイミングで、まあ、仕留めるとして、まずジャンバールを撃ちましょう。で、これでね、ハッケマークで狙われてるようだったら、まあ、煙幕もね、使いつつですね。てか、ここで、で、ジャンバール魚雷で削れていますね。結構いいね、ここは。で、火災も起きてるので、多分これ、浸水も起きてるのかな。で、やっぱ狙ってきますね。ヘイトが高いですが、まあ、まだ HP がね、余裕があるので、ここは煙幕を渋って、まあ、とりあえずジャンバールはね、これ、手法で削り切ってしまいましょう。うん、これはさすがに、OK ですね、ナイスです。さあ、これで、で、暁があっちにいるので、まあ、とりあえずね、まあ、レーダーも使えるので、次見つけたら、まあ、仕留められると思いますね。まあ、ただ、ここはどうしようかな。うん、一回、駆逐艦は置いておいて、先にジャンバールから撃ちましょうか。まあちょっとね、思い出したかのように、作戦終了時間まで残り5分です。はい、ラジオチャット使っていきますけど、まあ、結構ね戦闘中にラジオチャットやる余裕ってないですよね、意外に。あと結構間違えてね減速してしまったりとかもするんで、あんまりやらないです。そもそもね、そんなに言うこともないんですけど、まあ、しかしね、相変わらずこのベルファストこのデフォルトのね、1段階強化の火災でも十分燃えますね。火災をね、結構消防士積んでないね、戦艦艦長とかこれでね、ベルバスで丸分かりですね。ほんといいカモになってしまいますけど。まあ結構ね、精度が欲しくて、精度特化すると思いますけど、まあこれベルファストに出くわすとね、ほんとしんどいんですが。やった。うん、
結構ね味方の体力残ってるのでもったいないと思いましたけど。で駆逐艦がいますけど、まあ、とりあえず放置で、ここは煙幕射撃でシャルンホルスト削り切っておきましょうか。まあもう状況的にもね優勢なんで、あーでちょベンソン危険ですよ。さっきのベンソンか。ベンソンってね好きですよね、こういう砲撃戦。さあまあシャルンホルスト、ただもう大炎上しているので、うん、まあベンソンはやられずに済むか。いや全くですね。あーで暁が一応拠点踏んだんで、ここも AP なんでシャルンホルスト撃沈できると思うんで、はい、でこれで防衛に移りましょうか。で、あー見えましたね。ではなぜか暁も撃ってますけど、まあ、これはねゆっくり四方旋回をしてから、はい、これでまあちょっとで、ね、貯めてから主砲のね旋回が間に合ってからでも全然レーダー間に合うと思いますね。射程が長いのでレーダーの、はい、でここで使っていきましょうか。はい、見えましたね。もうねこの距離だと逃げられないので、これがねめちゃくちゃやっぱ強いですね。結局妙高とかね妙率だとできませんからね、こういう仕留め方は。はい、というわけで今回はアズレンのねベルファスト艦長を使ってみましたけど、まあ主砲の旋回が速くなるので、まあ今みたいな戦い方する分には、まあ、かなり、うん、戦いやすくなるかなと思います。やはり一つ目のスキルはね、あの主砲旋回の上がるスキルを選べば、まあいい戦いができるんじゃないかなと思いました。はい、それではね今回は、アズレンベルファストでしたね。割と、うん、経験値も美味しいですね。はい、ご視聴ありがとうございました。